ベンマス製材、木スペレット製造販売、住宅の機密設定、木材販売の福島商店です。今日も昨日に続き、いいお天気だという予報になっています。自粛解除されて少しずつ日常が戻っているようですけども、まだまだコロナの感染は一進一退という感じになっているようです。しかしできることを続けていくことで収束に向かっていけることも間違いないと思います。今日も一日感染拡大を防ぐために努力しながら日常を取り戻すために頑張っていきたいと思います。ベイマス製材のこと、ペレット製造販売、住宅の機密測定、木材販売に関するお問い合わせ、何かございましたら群馬県福島商店までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。